はい、どんちゃー、ササヤンです。本日もニュースをつついていきましょう。今日前半の話題は TBS の番組きっかけで今パンケーキ騒動というのが起きているのですが、その当事者たるですね、京都の一流シェフが TBS の演出は誇張しすぎだ、残念だと SNS で猛抗議しておりましたので、 TBS の不可解な点をまとめて削っていくのとですね、後半は Twitter が iPhone のアプリから締め出されそうだということで、 Apple 本社に殴り込みをかけトップと直談判するというイーロン・マスクの大胆すぎる行動をお伝えしたいと思います。僕の喋りを聞いて目につけたのがいいねと思った方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。それでは早速、まずは TBS がやらかした話題から、トースポウェブより見出しがですね、パンケーキ騒動で TBS ジョブチューンへのシェフ&飲食店出演拒否加速化ということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。TBS 系バラエティ番組ジョブチューン、あの職業の秘密ぶっちゃけますが物議を醸している。ファミレス大手ロイヤルホストの看板メニューのパンケーキなどを一流フレンチシェフが酷評、 SNS で炎上し、当該シェフが釈明に追われたのだ。この反響の大きさにシェフや飲食店の出演拒否が加速しかねない、この釈明に追われたシェフはですね、京都のフレンチ料理店元井の前田シェフという方なんですけれども、ジョブチューンでは有名飲食店の人気メニューを外部の一流シェフが試食し、合格不合格で厳しくジャッジする姿が視聴者に受けている。台本のないガチンコ審査だ。この日は7人の一流フレンチシェフがジャッジ、そのうちの一品パンケーキをめぐって炎上が起きた。シェフは試食すると顔をしかめ、すごくケミカルな香りがすると厳しく指摘。ロイヤルホストの料理長や商品開発担当はショックを隠せなかったが、他のシェフも一様に辛口な評価だったが、ロイヤルホストはファンが多く、 SNS ではちょっと信じられないとシェフのジャッジを疑問視する意見が殺到した。あー、なんかわかる気がするわ。僕はロイヤルホストに行きませんので、そのパンケーキがどんなものなのか、評価はできませんけども、例えばサイゼリヤの土定番メニューであるミラノ風ドリア、お一つなんとね300円というね、まあ庶民にとってはもう神がかり的なメニューがあるわけですけどもね、それがですね、どっかの炒めし屋のシェフがやってきてですよ、こんなのミラノでもなんでもねえわって言われたらさ、おいてめえちょっと表に出るやってね、いやそんな風にはなりませんけども、ちょっとね脳みそ沸騰するでしょ。だから炎上するのも理解できる気がしますと。でシェフは29日 Facebook で一連の騒動を謝罪。パンケーキ以外の品についてはフレンチにはできない低価格で美味しく仕上がっていると他のシェフも評価し、現場は盛り上がっていたと釈明が、オンエアを見たところ批判を誇張する演出を感じる部分があったそうで残念とした。なお TBS 関係者はジョブチューンではやらせはしないよう努めていますが、シェフのコメントを意図的に編集することはあるようですと指摘した。番組側としてはあくまでバラエティ上の編集、それが一般のシェフ側には誇張に映るのでしょう。あのなんか TBS 局内でジョブ中に限ってはやらせはしないように努めてますって言ってるあたりがですね、じゃあ他の番組ってやっぱやらせしてるんですねってね、そんなね墓穴を掘ってるような気がしなくもないですけれどもと、で問題は今年の正月の放送で取り上げたコンビニの商品でも炎上したことだ。ファミリーマートのおにぎりの試食を拒否したシェフが SNS で批判された。あーそんなことありましたね。ツナマヨのおにぎりを手に取ってですね、見た瞬間にこれはまずそうだと言って試食を拒否したやつでしょ。あれも相当炎上しましたけれども、番組側はある程度の炎上は許容範囲としていますが、正月の放送でシェフが SNS で批判されたことが飲食業界に伝わり、他のシェフにオファーをしても出演を断れるケースが少なくなかったそうだ。飲食店側も出演を躊躇したケースがあったと聞きました。とは TBS 関係者、今年2度目の炎上であり、ジャッジする側される側両方からますます避けられてもおかしくない。トースポは TBS に対し批判を誇張する演出があったとの指摘に対する見解と、シェフがジャッジするという企画を継続するのかと尋ねたが、30日までに回答はなかった。おしまい。ということで、この記事長文につきところどころすっ飛ばしております。全文知りたい方は概要のリンクからご覧ください。で僕はですね、このジョブチューンという TBS の番組に4つ意見したいことがございまして、まず1つ目はですね、バラエティとして企画が破綻しているということです。問題となったシェフの前田元井氏はですね、自身の Facebook に、話題のパンケーキに関しては焼き色ビジュアルにかなりこだわっておられ、確かに見た目の美しさは素晴らしかったです。ただ私が感じたのは香料の強さでした。ケミカルという言葉を使ったのは香料や防
膨張剤の持つ香りが不自然に感じたからです。もちろん低価格であのクオリティはすごいです。長年愛されていることも素晴らしいです。ただあえて改善点があるとすればこの部分だと思いました。ですのでそのために価格が上がってもそれ以上に美味しい商品があればお客様は納得していただけるのではと、このように、まあ、収録中にですねコメントしたそうなんですけども、つまりですね肯定と批判をバランスよく話したつもりが肯定を削ぎ落とされて批判の部分のみつまんで編集されて、放送上は批判濃い目に見えてしまったと。バラエティ番組ですから演出があってもいいとは思いますけどもね、やりすぎはやっぱりあかんですし、そもそも本物の料理人を連れてきてですねリアルに評価をお願いしますってやってる時点でちょっとドキュメンタリー入っているじゃないですか。ですからねこの時点で実はこのバラエティの企画というのは半分破綻してまして、相当気をつけて編集してやんないと、ガッチャンコ編集じゃないですけどもね、切り取ってつなぎ合わせてですね悪口のように編集していくならこれは企画として破綻してる気がします。そして二つ目はですね、上から目線に見えるということです。このパンケーキ騒動で批判している多くの方はですね、そもそも495円というね、ワンコイン、500円玉1個で成立しているこのね、製品、商品、パンケーキに対して気に入ってると思うんですよね。なので、批判するのであればですね、じゃあ一流シェフ、あんたはこの価格帯でどうやって勝負するんだよと、そう思うことでしょう。自民党の菅さんが好物なんですよ。一皿3000円のパンケーキじゃねえんだからさ、その上から目線やめてくれよってね、そうみんな思うことでしょう。あと、ケミカルということもこれ相当きつい言葉ですよ。おそらくはですね、バニラエッセンスの香りがね、強すぎるだとか、まあそういったことを言いたかったんでしょうけども、ただですね、ケミカルってイコール化学調味料のことじゃないですか。ですから、ロイヤルホストのパンケーキはですね、体に悪いぞっていう風にも受け取れちゃうんでね、別にそのままね、香料が強いとだけ言えばよかったんです。ですから、この批判されたシェフはですね、腕は一流かもしれませんけども、言葉は三流です。少なくとも他カテゴリーの料理人をリスペクトしてる風には見えませんでした。そして三つ目はですね、炎上マーケティングをやっていたのかということです。これが例えばですね、新商品だとかね、昔売れていたんだけども、今売れ行きがいまいちでっていう料理をですね、一流シェフがジャッジしているならば、これ両者ウィンウィンになれてよかったと思うんですよね。きつめに言っても炎上はなかったことでしょう。でも今回の企画はですね、ロイヤルホストで長らく愛されているパンケーキってことはですね、これ、その強めの香料の癖も含めてですね、リピーターというか、まあ固定ファンですよね。ロイヤルホストのパンケーキには大勢の固定ファンがいて、放っといても売れる商品なのに、それをなぜあえて評価する場所に置いたのか、番組の意図が全くわかりません。例えば、いつも行くラーメン屋のチャーハンをね、美味しいと思って食べていたらですね、突然隣に変な料理人が現れてね、これは不合格とかって言われたら、ムッとするじゃないですか。なんかわざわざ炎上を狙ってるようにしか見えませんし、実際このロイヤルホストのパンケーキも、それからですね、前段であったファミリーマートのツナマヨおにぎりも、放送後に売り切れ続出してるそうで、あんたら企業側と結託して炎上マーケティングでもやってんのかいと言われても仕方がない。そして4つ目はですね、結果的にですけども料理人を潰している。前田元医師は自身の Facebook で、今飲食業は慢性的な人材不足に陥っています。そんな飲食業で何かできることがあるか、忌憚のない意見を言い合うことで商品開発の大変さや苦労を番組視聴者が楽しく見て飲食業の素晴らしさを知ってくれたら、などの業界活性化の思いから視点を省略したってことなんですけども、しかもノーギャラってことをここではカミングアウトしておりまして、一流シェフともあろうお方がですね、お金ももらわずに京都から東京の方にですね収録現場に行ったんならばですね、お店のプロモーション兼ねたろっていう風にも解釈ができるんですけども、ただその結果 TBS の演出によってヒール役にされてしまった。シェフにとっても踏んだり蹴ったりでしょうけども、これが元で店が潰れても TBS は何の責任も取りませんからね。ですから料理人の皆さんはよく考えてこの番組出演なさってくださいませ。それにですね、マーケティング視点で見ても、料理人がこのジョブチューンという番組に出たところでお店の格が上がるだとかね、高級店として大事にしたいブランディングに寄与することはないと思います。むしろ今回のようにマイナスイメージになることもありえますし、知名度アップにはつながるかもしれませんけれども、これで集客につながるのかといえばですね、ほとんど限定的でしょう。なので僕が高級店のオーナーだったらですね、メリットが少なすぎるので、この番組のオファーは受けません。X っていう感じですよと。だから本当ね、飲食店の皆さんね、今までコロナでカツカツの運営をしてきたところもあるかと思いますけどね、テレビ局の甘い話には乗らないようにご注意くださいませ。さて、お次は何かとお騒がせなイーロン・マスクがアップルの最高責任者と直談判するためにアップル本社に突撃したという情報を、ギガ人より。見出しがですね、イーロン・マスクがアップル本社に殴り込み、ティム・クック、ツイッターをアップストアから削除するつもりはないということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。イーロン・マスク氏が自身のツイッターアカウントでアップル本社に訪れたことを明かしました。
アップストアからツイッターを締め出すというアップルの姿勢に関する話し合いが設けられ、マスク氏はアップルのティム・クック CEO からツイッターを削除するつもりはないと告げられたとのことです。何なんですかね。前々から思ってましたけども、なんか勝手にイーロン・マスクが問題化して勝手にね、わちゃわちゃ言って世間の注目を浴びる炎上系じゃなくて、これなんて言えばいいんでしょうかね。強いて言えばお騒がせマーケティングを意図的に起こしてる風になんかちょっと見えてきますけれどもと。で、マスク氏はツイッターを買収して CEO に就任して以降、アカウントの凍結解除を次々と実施。しかし凍結解除を進めるということは、差別的な言論や攻撃的な言論などが増加することが危惧されています。またトランプ大統領の凍結を解除した際には、アップルフェローのフィル・シラー氏が自身のツイッターアカウントを削除するなど不穏な動きも生じていました。これにマスク氏は、アップルがツイッターへの広告出稿を停止した、アップストアからツイッターを追い出すと脅してきたと立て続けに投稿し、ツイッターとアップルの関係悪化が明るみに出ました。はいはい、ストップストップです。実は僕もメイン機種はですね、iPhone を使っておりまして、で、そこからですね、自身のツイッターを投稿しているんですけども、もしアップルが、この自社製品ね、iPhone だとか iPad の方からですね、ツイッターアプリを削除したとなればですね、iPhone は捨てると思います。やはりそこにはですね、言論の自由があって叱るべきだと思いますし、今までかなり左に寄りすぎていた部分もあるんでね、ツイッターの言論空間というのはね。ですから、今それを軌道修正してる最中なわけでね、新しいガイドラインを設けて緩やかな規制をかけていく、その途中だと思ってますので、気に食わないからね、即アプリを削除というのはあってはならないと思います。ついでの話で恐縮ですけども、僕の動画を熱心に見てる方がですね、たまにこの白いスマホをですね、見てですね、これは ASUS のスマホですか、ササヤン超昔のスマホ使ってるやんけと、もっといい機種買いなさいよとね、コメ欄からツッコミが入ってくるんですけどもね、時々ね。ただこれはですね、この撮影でしか使っておりませんので、僕が今メインに使ってるのはですね、これに映してるね、カメラ側に使ってる iPhone でございますので、ご心配ありがとうございますということで、いや俺の話などどうでもいいって。話を本題に戻しまして、マスク氏は12月1日ですからね、今朝の投稿になりますが、ティム・クック、私はアップルの美しい本社に連れてきてくれてありがとうとツイートし、その添付されたムービーには円形の池の近くに立つ2人の人物の姿が映り込んでいます。その形状からアップルパーク内に設けられた池かと思われます。さらにマスク氏は、ツイッターが削除されるという誤解が解消できました、ティムがツイッターをアップルから追い出さないと考えていることは明らかだとツイートし、クック氏から直接説明を受けたことを明かしています。なんか殴り込みというよりもですね、超ポジティブなモンスタークレーマーがアップル本社を訪れたって表現の方がね、的確かと思いますがと。ただしマスク氏は、アップルがアップストアで多額の手数料を徴収していることに対する不満を公にしているため、今後もアップルとツイッターの動向に注目が集まりそうです。はい、この話はですね、 iPhone にアプリをダウンロードする際ですね、アップル開発会社に、これね、売ってる場合ね、無料は別にどうでもいいんですけども、販売してる場合ですね、販売手数料 30% をね、アップルに支払うということになっておりまして、ですからユーザーが500円でアプリを買うと、そのうちの150円がですね、アップルの儲けになるということで、これが一回コッキーであればですね、さようでござるかって感じなんですけども、イーロン・マスクの構想では、ツイッターでですね、毎月定額のサービス、まあ、いわゆるですね、サブスクを開始したいとのね、思惑があるので、それを実現すると、ぶっちゃけ毎月 30% の手数料をね、アップルに納めなければならないということで、マスクは今日、ティム CEO に 30% のマージンはいくらなんでも取りすぎだろうと言ったとかないとか、いや、多分ね、これ言ってると思いますけれどもと。で、なお、マスク氏は、アップルがツイッターへの広告出稿を停止したと主張していますが、そのツイートと同日、アップルがツイッターに84,600ドル、これ約1150万円ですけども、その広告費を支払ったとの調査結果も存在しており、マスク氏の主張には疑問の声も上がっている。おしまい。ということで、最後の広告のお話はですね、言論の自由だとか、妨害の手数料とは全く別次元の話でして、アップル社がどこに広告を出すのか、あるいは引き上げるのかっていうのは、アップル社が決めることで、ツイッターが気に入らないとかですね、自社のブランド戦略から見てですね、ふさわしくないと思うのであれば、広告を停止しても仕方がないっちゃ仕方がない。ちなみにマスク氏は、おとといですね、アンティファのアカウントも凍結、実行しておりまして、ものすごいスピードで極左を退けておりまして、そうなってくると、日本の左人の連中もですね、雲行き怪しくなってんじゃないのってことね、例えば共産党だとかね、例えば立憲民主党だとか、例えば社民党だとか、ちょっとそこら辺の皆さんも戦々恐々じゃないでしょうかと。てな感じでベレベレと僕喋ってきましたけども、喜んでばかりいられないのはですね、私自身でございまして、おいイーロンマスク、ええ加減せよと。今僕のツイッターね、ササヤのツイッターシャドーバンを食らっておりまして、このシャドーバンっていうのはですね、本人のアカウントでは何も問題なく見えるんですけどもね、実は他人からはですね、こんな感じでですね、センシティブな内容が含まれています。
まれてますというふうに出ちゃってですね、僕の YouTube の URL を貼り込んで宣伝しているのにですね、それが非表示になっちゃうと。え、じゃあ何のために俺 Twitter やってんだよって、わけわかめってありますよと。しかもこれだけではございません。他人の YouTube を紹介してもセンシティブな内容がどうたらこうたらで出ちゃいましたね。だからもう一度言おうか。おい、イーロンマスクええ加減せよって制限食らってる僕はですね、イーロンマスクよくやったってどう考えてもおかしいだろって言いつつもですね、 Twitter はそこまで本気出してやってないので、まあ別にどうでもいいっちゃどうでもいいんですけども、なんかちょっと鬱憤が溜まってたんでね、心のつぶやきをつぶやかせてもらいましたということで、今日も話が長くなりましたので、これくらいして最後はほっこり謎かけて締めたいと思います。イーロンマスクとかけましてニベアの CM 吉瀬美智子と解きます。その心はテスラだね。なんか乾燥肌の冬になるとどうしても熟女好きのね、私ササヤンとしてはですね、吉瀬美智子のボディークリームが気になって仕方がないんですけども、先ほど気になって最新の CM チェックしたらですね、松本まりかっていう女優に切り替わっておりまして、ちょっと僕のね、熟女優のストライクゾーンから外れちゃってるのね。今年はニベア買えませんってまたどうでもいい宣言をしたところで、本日も面白かったためになったとかですね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ササヤンでした。